皆さんこんばんは、 DJ パピーです。スカイツリーがですね、黄色く見えるんですよ、輝いてイルミネーションがね。でなんでかなってずっとみんなピンクピンクって言うんですけどね、黄色に見えるのは花粉で黄色く見えてるだけだったという、DJ パピーです。はい、それは嘘ですけどね。はい、ラストナンバー、エブリリトルシング、グリップ、これで元気出してください。灰色に散らばる七つの星よ、それぞれに今思いは募り、打ち砕かれて愛を叫んだ。逃げ出すこともできずに夢にすがりつく、いかさまな日々などにはもう負けない。目覚めよう、この瞬間を、やがて僕らを取り巻くであろう、むせ返るようなリアルな日常、大切なものはなんだ。贅沢な世界の中に見え隠れする永遠のかけら、触って掴んで僕らの今をきっちり歩いてこう。はい、すいません、お聞き苦しい声で、まあなんかね、喉に来ちゃってるんですよね。なんでトークもちょっと渋い感じの声になっちゃいますけれども、すいません。なんでね、だから朝今日一発目は長渕剛で行ってみたんで、ちょっと声に合わせてみたんですけどね、好きで歌ってるわけじゃなくて、これがいいかなと思っただけで、はい。まあ昨日でね、一昨日かな、名前読みますね。ちかたんさん、みげちゃん、ひまわりママさん、つくねちゃん、おふうさん、ふんぬぬんさんは呼ばれてウハウハしちゃいましたってことでありがとうございます。それからゆみころさん、エロチカセブンさん、ナナママ、チューブの曲でですね、コメントしてくれて、懐かしの思い出が蘇ってきましたってことでありがとうございます。 40K ですね、すごいな、おめでとうございます。それからにゃんこ、トスケイさん、ムンキチさん、あやちゃん、あやちゃんは花粉症認めないよってことなんだけど、認めなさい、仲間だ。あやちゃんもですね、 10K ですね、おめでとうございます、コングラチュレーションズ。それからミキ姉さん、コパ、リュウヘさん、ファイブセコンドナオさん、モルヒャンさん、アリンさん、サナミンさん、ミヤカちゃん、ヨウチさん、アイビーさんですね。皆さん本当にありがとうございました。卒業シーズンなんでね、今週卒業式だっていうところも結構多いんじゃないでしょうかね。なんでまあ卒業ソング歌いたいんですけどね、まあ、この季節どうしてもこういう喉をやられてしまうという、歌いたくても歌えないみたいな、でも無理やり歌っちゃいますみたいなね、ところありますけれども、まあ、あなたの、卒業エピソードなんかもね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。あ、そうだ、中3の話ね、ユミコロさんとかムーチンがどうしても聞きてーって騒いでるんで騒いでるって失礼か、まあ、喋んなきゃいけないですけどね、まあ、近々お話しします。今日も延期です、すいません。はい、今日一日ね、休みだったんで、皆さんの歌聞いてきたんですけれども、やっぱりいいですね、皆さんが元気になってきてくれればそれで、はい、まあ、本当に花粉症が辛い時期なんですけれども、治れば歌いたい曲いっぱいあるんでね、早くこの喉を治して歌いたいと思いますけれども、はい、さあ皆さん今日もお別れの時間ですね。お相手は DJ パピーでした。